はい。これは、ウィットナーと、こっちがロンジンですけど、ウィームスですね。第二世代のウィームスと呼ばれているウィームスウォッチ。これ非常に、小ぶりな時計で、ちょっと今だったら、まあちょっとこんな小さい時計、女性がするぐらいのサイズなんですけれども、まあ当時はこれぐらいのサイズが一般的だったんだと思いますね。まあ、ちょうどバブルバックぐらいですね、ロレックスの。で、こちらがですね、文字盤がウィットナーになってますね。なんかパテントも入ってます。まあ、このベゼルを固定するのところでパテントが入ってると思いますね。両方とも同じデザインの時計ですので。で、こっちロンジンなんですけど、ちょっと薄くなってますけどね。見えるかな？あ、ちょっとあれですね。12時のところ。見えにくいですね。ロンジンっていう風に。薄くなっちゃってますけど、入ってます。あ、見えないですね。裏返してみますね。なあ、両方ともちょっと磨きとかちょっと入ってるのか知らないけど、同じケースですよね。機械も同じのが入ってると思いますけれども、まあ、見たことはないんで、ちょっと開けてみますね、これから。